どうも、わっきです。さあ、今日はですね、まあ、こちら見えてますけども、大阪王将さんにやってきまして、で大阪王将のですね、こちらおしゃれな街代官山店にやってきております。で、まあ、今日は普通にちょっとね、こちらでランチをいただこうかなということで食べていきたいと思います。テイクアウトもね、充実してますよ。大阪王将さんね、もう餃子の種類かなり豊富ですね。それでね、今日はね、餃子もね、いっぱい食べたいんですよ。まあ、胃の限界ギリギリまで食べたい衝動に駆られてるんですけど、ちょっとね、この後また違う用事がありまして、今日はですね、普通に大阪王将の、ね、ランチメニューがあるんで、ちょっと今日は美味しくいただきます。そしてね、注文したのはこのね、ふわとろ麻婆天津飯。天津飯とね、麻婆豆腐がなんとこれね、一緒になってるっていうね。でプラス焼き餃子3つにしました。次大阪王将来た時はこのね、餃子のね、まあいろんなバリエーションもあるんですけども、まあこのね、餃子何個僕は食べれるかっていうのをね、次来た時にチャレンジしますんで、そちらはこうご期待。それとね、大阪王将にこちらなんと濃厚煮干しつけ麺があります。まあ、ちょっと期間限定なんですけどね。大阪王将のつけ麺ってどうなんでしょうかね。結構量ありますよこれ。で、焼き餃子するんですね。卵ふわふわですよこれ。すごい。麻婆豆腐がちょっとね、どれぐらいの辛さがあるのかっていうのでね、結構当ててなんでね、いただきます。うまっ。商品名の通り、卵ふわふわです。うまい。で、麻婆豆腐はあんま辛くないですね。ふわとろ加減がもうたまんないですよこれ。いい感じです。さあ、そしてですね、焼き餃子をいただきます。うん、うまっ。餃子は今度ね、どんだけ食べれるかっていうのをね、ちょっとこれね、やりたいと思いますんで。で、餃子を食べてからの、合うね。今更なんですけど、まあ、卵がね、めっちゃふわふわで、やっぱ豆腐もね、ふわふわしてるんで、なんだろうこれ、ふわふわ天津飯って感じですね。で、これが中華スープですね。あ、でもちょっとこれ若干濃いめな中華スープですね。あ、でもこれで790円なんで、量も結構あったんで、ね、安いですね。まあこれ通常820円なんですけど、ランチだと790円で、まあ30円引きという感じですかね。うん、うまっ。
さあ、それではですね、大阪王将さんでふんわり天津麻婆飯、食べてきましたけども、まあ普通にね、あのランチを食べたっていう感じなんですけれども、まあ代官山ということでね、まあ店内はまあ都心部にあるお店とはちょっとなんか内装とかね、作りがちょっとおしゃれ で、お客さんも結構おしゃれな方が多くてね、にもかかわらずまあ結構がっつりいけるというね、感じでしたけども、まあ次回はですね、餃子をいっぱい食べる動画を、餃子大好きなんでやりたいなと思っておりますので、ぜひ手軽な中華料理いただけますんで、大阪王将さんに食べに来てみてはいかがでしょうか。以上、オッキーでした。